旦那の両親も私の両親も毎日喧嘩をし、その姿を子供に見られても平気な毒親だった。お互い夫婦になる時に毎日喧嘩するような夫婦にはならないようにしようね。子供に喧嘩する姿を見せないようにしようと、仲の良い夫婦になるように心がけることを誓った。小さい頃から両親の罵倒暴力喧嘩を見せられて育った私、今じゃトラウマで夫婦が大喧嘩してる姿をテレビで見るだけで涙が止まらなくなって不安になってしまう。夫とも喧嘩はしないわけじゃないけれど、キリのない罵倒や暴力など意味のない不毛な喧嘩はしていない。静かに怒ってお互いすぐに悪いとこを反省する感じなので、私たち夫婦はとても仲がいいが、それが義両親やうちの両親は気に食わないらしい。義両親は私のことを、うちの両親は夫のことを悪く言い、悪い部分を挙げることで自分たちの子供が不仲というか喧嘩をするように持っていこうとする。多分自分たちが毎日喧嘩をする夫婦だからそれが正しいと思いたいって部分があるのではと夫と話していた。相手にするつもりがなかったので放置していたら、徐々にどちらの親も行き過ぎた言動が増えてきた。夫に私が夫が解消なしで困ると言っていたと嘘を吹き込もうとしたり、騙されることはないけれど露骨なやり方に夫婦でうんざりしてもうダメだと、そこでドキュン返し結構と言っても親たちがやってきたことの逆をやっただけなんですが、私が義父さん義母さんと毎日喧嘩してきたけど本当はすごく感謝してるらしく、喧嘩した口実も後悔してるらしいですよ。昔の人間だから謝ることにも抵抗あるし、愛情表現がうまくできなくてきつく渡ってしまうって愚痴ってましたよと姑に嘘を。姑にも勝ち気な女性だから義母さんきついこと言ってますが、裏では義父さんのこと自慢しまくってますよ。本当はデートと醸したいみたいです。でも年出し義父さんが嫌がるだろうってしょんぼりしてましたと、夫は私の両親に同じ嘘を。嘘だってバレても先に嘘ついてきたのはあなたたちだと言い返すつもりで、そしたら面白いことにそれから義父母はもじもじぎくしゃく。普段喧嘩ばかりだったから相手がこちらのことを思ってると知らされてもどう話しかければいいかわからなかったらしい。同時期に作戦を決行し先に変わり出したのが義両親。義父が義母を散歩に誘い出したらしい。義母はびっくりしたけど、愛情表現がうまくできない人だし、これが愛情表現？と、うまく思い込んでくれたようで、素直に散歩について行ったらしい。義父は、素直に散歩についてきたことで、やはりデートをしたかったのかと、都合よく受け取ってくれた。そんな日々を過ごすうちに、だんだんと会話が増えていき、私たち夫婦の嘘も発覚したらしいけど、発覚する頃にはすっかり夫婦仲が改善されてしまい、怒るのもおかしいし、むしろ息子夫婦に嘘を吹き込もうとしてた過去を恥ずかしく思い謝罪しなければと、ある日夫婦で呼び出され丁寧に謝罪されました。夫が涙ぐむ姿は当時私には羨ましかったな。仲の良い親の姿って無条件で子供は嬉しいものなんだよね。そしてその頃、うちの親は嘘じゃないのかと疑って、作戦はなかなかうまく行ってなかった。義父母に謝罪された時、実はうちの親にも同じことをと話したところ、なぜか協力をしてくれることに。喧嘩ばかりの夫婦の本音は、わしらの方がわかると、やたら張り切ってたのがおかしかったです。義父母の作戦は、今、義父母世代はラブラブなのが普通。イチャつかない方がダサいでした。内容は至ってシンプル。義父母の仲の良さを見せつつ、今は昔と違ってどこのお宅も夫婦で散歩したり趣味をしたり、愛情はストレートに表現するものですよ。
有名人夫婦を例に挙げてみたりと、自分たちが古いと思わせ、なおかつ同性同士でいかに仲が良いと生活が楽しくなるか、青春を取り戻せるかを吹き込むというもの。男は男同士で、女は女同士の場を作り、相手が身構えにくい状況を作って、私たち夫婦はその裏で、母がどれだけ家庭のことを父のために頑張っていたか、父が母のために仕事を頑張っていたかなどを吹き込み続けました。そしてある日、両親に呼び出されました。うちの親は義父母の時とは違い、お互いそっけなく目線を合わせようとしない。ああ、うちの親はダメだったかと、夫の親を見た影響で親が仲良くなるかもと期待してたので、もう無理なんだと絶望感に包まれていたら謝罪されました。うちの嫁、夫がそんなこと言うわけないじゃないと、両親は嘘に対して思ってしまったらしく、お互いに、お前こんなこと言ってたんだって？と上から目線で問いかけたら、言ってないと発覚した模様。最初はあいつらと切れかけたけれど、義父母の中を確かに羨ましく思った自分たちがいたと、お互いに吹き込まれた相手を思ってる嘘は嘘じゃないと相手に素直に伝えたようです。それを聞いて嬉しくて泣き出してしまい、両親は困惑。夫が私が両親の不仲を幼い頃から悩んでいたことを説明し、両親からすまないことをしたと謝られました。この時そっけなかったのは、まだ照れくさくてぎこちなかっただけと後から教えてくれました。最近は両親と義父母で旅行に行ったり、食事に出かけてはお互いのろけまくってるようです。喧嘩ばかりで、若い頃過ごしてきた分、今夫婦で過ごすことがすごく楽しいようです。